湯神社は、愛媛県松山市冠山にある神社。式内社で、旧社格は、県社神門は、吉光に花火し、愛殿に式内社の出運行神社を祀る。別称として、湯月大明神与柱の神を祀るため、四社大明神、伊佐神派神社の西にあるため、西宮とも呼ばれる。入口の締め名は松山市市街地の東部。 道後温泉近くの冠山山町に鎮座する。社名は道後温泉によるもので、古くは道後温泉の起源地である詐欺谷に鎮座していた。湯神社は、慶光天皇が皇后、八坂入姫命と共に当地に行幸した際、道後温泉の守護神として詐欺谷の大善寺の前に創建されたと伝えられる。詐欺谷は、 サギが痛めた足を温泉に浸して治療していたとされる場所で道後温泉発見の起源地である。また、サギは道後温泉のシンボルにもなっている。除名天皇の行幸に際し、社殿が新築された。また、現社地の冠山には、でう神社が鎮座していた。高齢天皇の創建で、須佐ノー村、稲田姫命、第三石井の命、 血の姫命の世柱の神を祭り、四初代名人とも称していた。演劇式神明帳には、湯神社は、伊予国温泉郡湯神社、で運行神社は、伊予国温泉郡で運行神社として記載され、共に式内社に列している。大英年間、地震で温泉が埋没し、湯神社の社殿も大破した。そのため、 河野通直により湯神社は、で運行神社に合祀され、湯月、大明神、四社大明神などと称された。元六年間、社号を湯神社、で運行神社に服した。法永四年、地震により湯が停止した際、湯神社で、湯の祈祷が行われ、再び現在のように温泉が出たという。法永五年、湯神社はその行により、愛、殿から、 境内別社となった。明治4年、湯神社にて、運行神社を合祀する現在の形式となった。参道前の社合碑は、出雲大社の、第82代出雲国造先家村等の書である、中島神社湯神社年間祭事一覧。ありがとうございます。